はい、皆さんこんにちは。こんにちは。車の中ごちゃごちゃの映っちゃう。モザイクかけて下に行きたい。はい、ね、龍馬くん春休み。春休み。ネガサブさん休日、明日から普通の勤務に戻るぞみたいな、ね、休みたんびに天気悪いんだよな。ね、風すげえがあったり、今年風多いよね。暴風で今日はね、最後休み、まともにね、息子と時間が合うのが今日ぐらいしかないんで、バス、初バス釣る、初バス一匹を、お父さんは1月に初バス釣ってます。一匹だけ、こんなちっちゃいの。わしはまだ龍馬くんはね、アホみたいにバス釣り行ってるんですけど、まだ初バスに恵まれてないんです。巡りでっかいの一本バーシャだけ。ほんとなぁ、あれなぁ、釣れてたらなぁ。まあ、そんな感じで今日はちょっとバス釣ってきます。とりあえずね、すげえ昨日雨降ったんですよね。で、あったかい雨だったんで、一気に小バスとかが動き始まってんじゃねえかなと思って、こんなでっけえミノも持ってきた。ね、こっちにある。刀？金田だっけ？刀だっけ？メガバスさん。結構好きなんですよ。もう持ってきたんですが、やっぱり基本、ね、ベイトもちっちゃいっていうか、ベイトほぼいないんで、この辺のミノ柄、スナップねえや。見ようかな。これ意外にもめんね。まあもう夏っころっていうかさ、スポーニング始まって終わってくれるなって、こっちも入ってくるけど、春先でも、春ってこんな人間の気候に騙されちゃいけない。まだなんやかんやいて3月だろな。3月、結局3月。どれ、様子見ていいの音。一応今のところまだ遠慮してっけど、遠慮しないでガツガツ音いっちゃっていいの？一方遠慮した方がいいのか、それとも龍馬くんに遠慮なしにガツガツいった方がいいのか、どっちがいいですか？ガツガツいっていいんですか？あ、もう行くんですか？じゃあガツガツいかしてもらうよ。ガツガツ行かしてもらいますと言って、でももうすでに龍馬くんが先にそっち行くんだったら、もうガツガツどころか譲ってんだけど、まだね、全然やっぱり桜の花は咲き始めてますが、早いやつらがさしてねえかっても思うんだけど、まだちょっとそういう感じには思えないんだよね。ただ野池さんの場合は、特にこの野池はほぼほぼ岸際回遊説のやつらが多いんで、ここからガツガツ行かないよ。ここから見ながら行く。この距離でも近い方なのよ。まだこっちじゃねえな。まだこういう感じじゃない。ここでミエバスが1匹でもいればちょっと展開変わるんですが、ミエガメしかいない。小魚がいっぱいいる池とかだったらね、こうなってくと小魚下げ動いて流れある方とかさ、水の動きある方に来るんだけど、ここなんせこう、あー、ついてる。龍馬、龍馬後ろついてきた。愛知県海だけ引っ張ったっけ。20センチぐらいだけど、泳がせねえでただ引きで引いてきたら20センチぐらいのがついてきた。ルアーセレクト、ルアーセレクトとかさ、いたらちょっと、まあ手持ちで持ってるのはこれしかないけどね。手持ちで持ってるのはこれしかない。多分あれホバストなら食ったかもしんねえ。ホバストやれば食わせたかもしんねえけど、あえて身の縛りっていうわけじゃねえんだけどさ、ね、春と言ったら身のとか基本みたいな。なんでとりあえず移動したいんですけど、あの息子ちゃんがちょっと自分なりに納得するまであそこでやらしておく。なので今ワンチェイスだけあったんで、チェイスっていうかね、ただルアーの後ろふわーっと泳いできただけど、もうちょっとだけここやってみます。さっ
きのやつは、上、この水深でもさ、でもバスもメバルだと呼ぶあんだけど、バスでも、あ、てってでー、てってでー、てってて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 、あー、バレた、あー、バレた。龍馬さん、龍馬さん、バラした、いたね、下手くそだ、バラしやした、させん、嘘でしょ、あのカバーにいた、今入れてちょんちょんってやった瞬間にすぐ出てきた、あーもったいね、ないから、うわー、50アップがいる目の前に、本当は合わねえかな、あれ、あそこにでっけのインスタで上見てんすわ、亀池、あ、亀引っかかっちゃう、久々に真面目にバッツリしてるんで、ほら、こけたよ、取り逃げてったよ、あー、ドロドロになっちゃった、肘ドロドロになっちゃったよ、これ、もうスケボーでこけねえのに、なんでの池でこけんだよ、やべ、バカだね、バカだね、完全に貫通してるよ、お前なんでそんなんなんの、張り付いてくる、うん、なんでこんなんなんの、山君、これ一本間違ってあるからな、ケツとかに咲くって言ったらそれで終わるんだからね、うん、だからこういうのはきちんと、ああ、この流れ込みが生きて、うわっ、動くなよ、うわ、ルアー絡まった、うわ、絡まった、ほんとさ、あの、何回刺してんの、同じの言われても分かってねえんだよ、まったくもうん、あれ、でも釣ったの、おめえ、うん、